谷正明は、日本の銀行家、実業家、国際医療福祉大学理事。福岡フィナンシャルグループ代表取締役、社長兼会長や福岡銀行討取、り、全国地方銀行協会会長、西武ガスや RKB 毎日放送の社外取締役、西日本鉄道の監査党委員などを務めた。福岡県北九州市出身。福岡県立東地区高等学校。 早稲田大学第一法学部卒。福岡銀行に入校後に、同行の取締役や、総合企画部長、常務、専務、副頭取などを経て、2005年に寺本清の公認として、同行の頭取に就任する。頭取を日本銀行出身者が長く占めてきた福岡銀行では、50年ぶりのえ抜き頭取となった。2007年に、 福岡銀行と熊本ファミリー銀行との株式移転により金融持ち株会社として福岡フィナンシャルグループが設立されると同社の会長兼社長に就任する2013年に佐久間秀俊の公認として全国地方銀行協会会長に就任し2014年まで務める2014年に柴戸高成に福岡銀行東踊職と福岡 フィナンシャルグループ社長職を譲り、両方の代表取締役会長となる。2019年4月には、福岡銀行と福岡フィナンシャルグループの会長職、及び代表取締役を降りて、福岡フィナンシャルグループと福岡銀行の取締役となる。ありがとうございます。